毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、絶対に一度は試してほしい年代別おすすめコスメ大量レビューしていきたいと思います。今までですね、この YouTube でいろんなコスメをね、紹介してきたかなって思うんですけど、やっぱり年代によってコスメに求める要素ってね、変わってくるなって思ったんですよね。なので今日は10代、20代、30代別で一度はね、試してもらいたいなと思った名品コスメを今日はご紹介していきます。なんか40代以上の方にね、おすすめしたいコスメまとめとかも作りたかったんですけど、まあ、私自身がね、現在20代の後半でして、その40代以降の方が本当になんか求めてることとか困ってることをね、正しく理解できてるのかがちょっと自信がなかったので、今回の動画は10代、20代、30代に限定させていただきます。でね、なんかもう本当におすすめしたいコスメがありすぎてちょっとね、キリがなかったのでだいぶ厳選をしたんですけど、まだね、あんまり私の YouTube で比較的そんなに紹介してないかなって思ったコスメを優先的に選んだ気がします。もしよかったら動画ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、そしたらまず最初はですね、10代の方におすすめのコスメを発表していきます。やっぱり10代の方におすすめしたいコスメはね、なんといってもとにかくプチプラでも質がいいよねっていうものを優先的に選んでみました。まず化粧下地でおすすめしたいのがこちらの2つ、セザンヌの UV トーンアップベースホワイトとウォンジョンユのトーンアップベースの1番と2番です。この2つはですね、プチプラコスメなんだけれども、質の面ではね、両方ともすごく優秀です。仕上がりの特徴としては両方ともトーンアップ効果があって、そしてカバー力が高いです。なので仕上がりがね、この化粧下地1本だけでもすごく綺麗に決まる下地。セザンヌの UV トーンアップベースは SPF が 50+、 P が 4+ で、カラバリがホワイトとピンクの現在2色展開なんですけど、私はねホワイト推しです。この下地はヘアメイクアップアーティスト永井香織さんもね絶賛していました。すぐピタッと密着する系の下地ではなくって、滑らかに塗り広がってくれるタイプの下地で、仕上がりはこの通りかなりわかりやすくトーンアップ効果があります。これ値段が750円とかなんですけど、750円とはね思えないぐらい本当にねすごい仕上がりが綺麗だし、なのにねこの紫外線カット効果も最大値とね、私自身も結構ねここぞっていう勝負時でも下地にねこれを使ったことがあるぐらい、かなりこれはプチブラ超えのおすすめ商品です。そうで、これもすごくおすすめなんですけど、これはね結構仕上がりがツヤっぽくなるんですよ。でどちらかというと仕上がりがマットタイプの方が好きだよっていう方はね、こっちのウォンジョンヨがおすすめ。こっちは SPF が 44、PA が 3+ で、現2色展開なんですけど、1番がピンクで2番がイエロー。顔全体の血色感を上げたい方は1番がおすすめで、顔全体のくすみカバーをしたい方はこちら側の2番がおすすめです。でこの2つに関しても結構ねカバー力しっかりあるし、このね色の効果っていうのもしっかりと感じることができるタイプの下地です。さっきも言ったように、これ化粧下地だけど、これ1つだけでね結構肌悩みはカバーされるし、セミマット寄りの綺麗な肌が完成する化粧下地です。まあ、唯一懸念があるとするならば、やっぱウォンジョンヨはですねセミマットタイプの下地なので、すごい乾燥肌の人がつけるとちょっと乾燥気になるってこともあるかもしれないので、そこだけちょっと注意です。なんだけれども、この2つに関してはね本当にテクなしですごく使いやすい下地でもあるし、これ1本ですごく肌が綺麗に見える下地なので、もうぜひともねまだ試したことがない方は試してほしいです。でお次ファンデーションで試してもらいたいのがこちら、ファシオのエアリーステイ BB ティント UV です。まあ、これはファンデーションというよりかは正確には BB クリームです。これ1本で化粧下地ファンデーションの役割を担ってくれるので、これもね1500円以下で買えるプチプラコスメなんですけど、仕上がりもねすごく綺麗だし、そして手軽に使えるっていうのもねおすすめポイントです。 SPF が 50+、 PA が 4+ と、これもね紫外線カット効果は最大値です。この BB クリーム、コロナ禍の時に誕生した BB クリームなので、汗とか水とか皮脂とか、あとねマスクの擦れにもねしっかり強い処方になっています。2番のライトベージュカラーを出してみるとこんな感じ。使用感に関してはもう本当に平均的な BB っていう感じ。この BB クリーム、テカリとかあと崩れにもねしっかり強いタイプではあるんですけど、特別ねめちゃくちゃ密着力が高すぎて少しなんか塗るときテクが必要ですとか、そういったわけではないので、万人が使いやすい BB クリームだと思います。この商品現時点ではねカラーバリエーションが全3色展開しかないので、すごくね肌色が明るすぎる方だったりとか、あとはすごく落ち着いている方とかはね、もしかしたらちょっと
使いにくいと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、色さえ合えばすごくね万人の方におすすめできる BB クリームです。お次フェイスパウダーがこちら、コーセーのメイクキープパウダー。この商品は今みたいに暑い時期に特におすすめの、まあ、いわゆるすごくサラサラになって崩れにね特化したプチプラのフェイスパウダーです。中身はこんな感じで、もうねまるで片栗粉って感じ。つけるとすごくサラサラになるのでテカリ防止にもなるし、ニキビ跡みたいな色素沈着系のカバーはあんまりないんですけど、この、ね、パウダーだけで毛穴の凹凸とかはしっかりと埋まります。そのパウダー色味自体はねつかないので他のベースメイクアイテムの邪魔もしないし、このね商品名のメイクキープパウダーって名前の通り、とにかくねしっかりとメイクよりをね予防してくれる効果っていうのはプチプラなんだけれども、かなりしっかりと感じることができる商品です。フェイスパウダーとしての機能がねこれ一つでもしっかりとになってくれるので、この商品もねまだ試したことがないよっていう方にはぜひぜひおすすめしたいです。はい、そしたら以上でベースメイク系が終了で、ここからはメイクアップ系に行きます。まずアイシャドウのおすすめがこちら、セザンヌのベージュトーンアイシャドウです。そう、このアイシャドウもですねお値段が748円で購入できるんですけど、もうこれもね本当にお値段以上のクオリティを発揮してくれる、そんな推しシャドウです。もうね748円のこれクオリティではありません。この商品ラメ、パール、マットの3質感で構成されているアイシャドウです。でこのアイシャドウの一番のポイントはこれね、カラーバリエーションがベージュを基調とした肌なじみのいい色しか採用されていないっていうところがすごくポイント。この商品現時点では全5色展開で取り急ぎ1番2番3番出してみたんですけど、こうやってパッと見るだけでもなんかどれも色すごい使いやすそうじゃないですか。これ粉質もしっとりしているし、あとはねここにラメが入っているんですけど、ラメもねこれそんなにギラギラ感がすごく強いっていうわけではないです。やっぱりこういう色物ってこのねカラーが本人に合っているかどうかってすごくね重要なポイントになってくると思うんですけど、まあ、もちろんねその好みはあるとは思うんですけど、このアイシャドウのものを選んでおけばとりあえず浮くことはないっていう感覚が私はすごく強いです。お値段以上にすごくね仕上がりが高見えして見えるっていうのもおすすめポイントの一つなんだけど、やっぱ10代みたいなまだねメイクをしたての、ね、方たちにもすごく使いやすいね失敗しにくい設計がされているアイシャドウなので、これもねすごいおすすめの商品です。1個はあって損はしないはず。はい、そしたらお次はマスカラなんですけど、もうねマスカラに関しては選びたいものが多すぎてすごく悩みました。すごく悩んだんだけど、もうねこの3つは本当に絶対に持ってた方がいいと思った本当に厳選したおすすめを選びました。それがこの3つ、セザンヌの耐久カールマスカラと、ヒロインメイクのマイクロマスカラアドバンストフィルムと、あとはエテセのアイエディションマスカラベースです。そうっていうかなんかこれ共感してくれる人結構多いんじゃないかなって思うんですけど、マスカラって意外とデパコスよりもプチプラの方が優秀なもの多くないですか。私もね結構今までいろんなマスカラを試してきたんですけど、意外とねデパコスはあれなんかちょっとパンダ目になるなとか、なんかダマになりやすくないって思うもの結構多くて、逆にこういうねセザンヌとかエテセとかヒロインメイクみたいな1000円台で買える商品がめちゃくちゃ優秀だなって思うものが結構多いんですよね。なんでまあお値段的にその10代の方におすすめの欄に入れたは入れたんですけど、正直ねこの商品に関しては全然20代とか30代の方にもおすすめしたいぐらいすごく優秀な商品です。なんかむしろちょっと定番すぎて目新しさがないので、それでちょっと入れるか悩んだんですけど、まあでもねちょっとおすすめするとしたらこの3商品かなと思ったので入れてみました。エテセとセザンヌはブラシサイズが平均的で、ヒロインメイクの方はコンパクトサイズなので、上まつげにはこちらの2つが、下まつげにはヒロインメイクがおすすめです。でこの2つの違いを簡単に言うと、仕上がりがナチュラルな方が好きな方にはエテセの方がおすすめ、しっかりと目力を上げたい方はセザンヌの方がおすすめです。エテセのブラシはコームタイプ、一本一本を溶かしながら塗ることができるので、エテセのマスカラはとにかくダマにすごくなりにくいです。繊維は入っていて、マスカラ液自体はクリアブラックベースです。少しねマスカラ液自体に透け感があることでナチュラルな仕上がりが完成します。セザンヌのブラシもコームタイプではあるんですけど、違いとしてはこちら側とこちら側両方にコームがついています。セザンヌも同じく繊維が入っていて、ちょっとね透け感があるのは共通なんですけど、色味自体を比較するとやっぱりねこっちの方がちょっと濃い色にはなっています。またエテセに関してはカラーバリエーションが現時点ではマスカラベースは
が一色展開に対して、セザンヌに関してはその他にもブラウンカラーだったりモーブタイプもあったりするので、色にこだわりがある方もセザンヌの方がおすすめです。ヒロインメイクの方はマスカラブラシアップにしてみるとこんな感じ。もうサイズ感が全然違いますよね。かなりコンパクトなサイズ感になっています。でヒロインメイクの方はこの通り透け感などは全くありません。下まつげや目のキワみたいな細かい部分や塗り忘れが多い部分に使うのがおすすめのマスカラです。そしたら最後リップのおすすめがこちらの2つ。1つ目がセザンヌのウォーターリーティントリップと、2つ目もまたまたセザンヌのリップカラーシールドです。なんかあんまり意識してなかったんですけど、すごい自然とセザンヌがかなりね多くなりました。この2つ両方とも同じセザンヌから出ているリップにはなるんですけど、色持ちがいいツヤタイプのリップっていうところは共通なんですけど、仕上がりの質感としてよりねみずみずしいツヤ感が好きな方はこっちがおすすめで、ナチュラルな適度なツヤ感が好きな方はこっちの方がおすすめです。もうこのリップはね、私が過去に自分のベスコスに入れたぐらいすごく大好きなプチプラのリップティント。まずチップの形はこんな形をしています。サイズ感はね結構コンパクトで、特徴としてかなり柔らかいので唇のね形に合わせて細かく塗ることができます。4番のカラーを手元に出してみるとこんな感じです。リキッドタイプのリップティントなので、この通りね結構みずみずしさとかツヤっぽさっていうのはしっかりと出ます。で発色に関しては塗る量によって結構調整もできるんですけど、なんかすごくシアーっていうわけではないかも。一回ね軽くさらっと塗るとこのぐらいの発色で、さらにここからもっとね重ねていくともっとしっかりとした発色に変化していきます。でティッシュオフをしてみると、はい、こんな感じ。もうこれねプチプラリップではあるんですけど、しっかりとねティント効果発揮してくれています。みんながリップティントに求めるであろう色持ちの良さだったりとか、綺麗な発色だったりとか、あとはなんか荒れにくいとかムラになりにくいっていうところをねプチプラリップなんだけれどもしっかりとねカバーしてくれてる、そんな商品です。このリップもすごくおすすめ。お次リップカラーシールドはスティックタイプになっていて、繰り戻しは可能なタイプのリップです。4番を実際手元に出してみるとこんな感じ。さっきのリップティントと比較するとやっぱりこっちの方が少しツヤ感が落ちるのと、あと発色に関してもこっちの方がねちょっと透け感が増します。なのでナチュラルなツヤ感だったりとかナチュラルな発色が好きな方はこっちの方がおすすめ。そしてこのリップの一番の特徴は、なんとねこのリップティントではありません。なのに色持ちがいいんです。そしたらじゃあ早速ティッシュオフをしてみます。はい、こんな感じ。このぐらいねしっかり色が残ってくれています。まあ、正直今ってケイトのリップモンスターをきっかけにね、こういうティントではないんだけれども色持ちがすごくいいプチプラリップってねどんどん種類が増えてきてはいるんですけど、セザンヌのこのリップカラーシールドもその分類の商品になります。でもねこの商品の唯一の違うポイントはですね価格ですね。他ブランドのティントじゃないんだけど色持ちがいいリップってねやっぱり1300とか1400円台が多い中、なんとねこのリップに関してはもう600円とか700円ぐらいで購入することができます。なのでそれも含めてねこのリップもすごくおすすめの商品です。ティントとかだとね荒れやすいよって方はぜひぜひこちら試してみてください。はい、そしたらお次は20代の方におすすめのコスメ紹介していきます。20代の方にはさっきよりかは少しお値段は上がるんだけれども、でも超高級まではいかないラインのねコスメを中心に選んでみました。あとはもうとにかくね王道ラインで、もう持ってるだけでワクワクするようなコスメもたくさん選んでみました。そしたら化粧下地がこちら2つ。コスメデコルテのサンシルタートーンアップ CC とユルスチュアートのイルミネイティングセラムプライマーです。はい、そうしたらまず最初コスメデコルテですが、この商品は日焼け止め用乳液兼化粧下地の商品です。全3色展開なんですけど、その中でもね私は特にこの10番のカラーがおすすめです。手元に出してみるとカラーはこんな感じ。この商品も先ほどの10代の方におすすめコスメ同様、伸びが良くてみずみずしく、そしてトーンアップ効果のある化粧下地です。塗っていない方と塗った方を比較するとこんな感じ。なんか白くトーンアップするっていうよりかは肌の透明感を上げつつもトーンアップしてくれるような、そんな仕上がりです。この商品カテゴリーとしては化粧下地なんですけども、これ1本でねしっかりと肌の透明感が上がって、そしてトーンアップもして、これカバー力もあるのでとにかくね肌がすごく綺麗に見えます。そしてさらにこの商品も SPF50+PA4+ と紫外線カット効果も最大値とね、こんなにいいんだけれどもお値段が
がですねこちら3300円なんですよ。まあ安いわけではないけれども、デパコスの化粧下地の中では比較的ねお手頃価格の商品だとも思います。もう一度は試してもらいたい超名品の化粧下地です。はい、でもう一つ目がこちらジルスチュアートの化粧下地です。まあもうこの下地もねかなり人気で、そして定番ラインだと思うので持ってる方とかね知ってるよって方も多いかなとは思ったんですけど、もうこの下地をですね一言で言うならば、もうとにかくツヤ感がすごく出ます。現時点で全4色展開の化粧下地なんですけど、この商品もね私はラベンダーカラーが特に一押しです。出してみると中身はこんな感じ。この下地に関してはほんのりツヤが出るというよりかはがっつりツヤが出ます。そして先ほど同様ラベンダーカラーの効果で透明感も底上げされるので、ツヤとトーンアップのダブル効果でとにかくね肌のくすみがすごく飛ぶ下地。塗っていない方と塗った方を比較するとこんな感じ。こっちに関しても分かりやすくトーンアップ効果を感じますね。塗った後の質感はこんな感じ。ちょっと表面がだいぶツヤツヤしてるの伝わりますか？カメラ越しからだとそんなにね特別ツヤツヤして見えにくいかもしれないんですけど、実際顔につけたらもうねツヤ感は一目瞭然ってレベルですごくツヤ感を感じます。ツヤ肌が好きな方にはもちろんなんですけど、これ一つでトーンアップ、透明感、そしてツヤのおかげでね顔の立体感もさらにアップすることができるので、これ一つあるだけでいろんな機能を果たしてくれます。でこれも値段がねだいたい3500円ぐらいなので、まあ、比較をするとデパコススタジの中では、まあ、比較的買いやすい方に入るスタジなのかなと思います。お次ファンデーションがこちら、バイユアのセラムフィットフルカバーグロークッション。この商品はですね最近田中みな実さんだったりとか神崎めぐみさんがね絶賛してたクッションファンデーションということで SNS ですごく話題になって、まあ、一時的にはねちょっと在庫が薄くなったらしいんですけど、今はねもう安定して購入することができるはずです。この商品は毛穴管理に特化した韓国生まれのバイユアっていうブランドから出ているツヤタイプのクッションファンデーションです。私もこれ日頃から使っているんですけれども、やっぱりねそのクッションならではの手軽さもあるし、あとカバー力もねしっかりあるので仕上がりはねこれシンプルに綺麗です。一番明るい17番フェアという色味を手元につけてみるとこんな感じ。じゃあ全体的にちょっと伸ばしてみます。仕上がりの肌質こんな感じなんですけど、ちょっとなんか表面がツルンとしてる感じ伝わりますか？すっごくツヤンツヤンになるってことではないんだけれども、このクッションに関してもナチュラルな綺麗なツヤ感が出るのでツヤ好きさんにすごくおすすめです。こういった仕上がりが綺麗でカバー力もあって、そしてね綺麗なツヤ感が出るクッションって、まあ、ぶっちゃけると他ブランドにもあるはあるんですよ。あるはあるんですけど、なんでその中でもバイユアを選んだかっていうと、やっぱね個人的には値段がポイントかも。他ブランドの仕上がりが綺麗でツヤ感も綺麗なクッションって大体ね相場は感覚ですけど、まあ、6000円7000円、もう高いものだとやっぱ8000円9000円とかそのぐらいがね、まあ、デパコスだったら結構ね相場かなって思うんですよね。でもバイユアに関してはこれは確かお値段が大体3500円ぐらいで購入することができるので、まあ、安いわけではないけれども比較をすると、まあ、買いやすい方にも入るかなと思うし、このね3500円台でしっかりと綺麗な、ね、仕上がりを作ってくれるっていうところもおすすめポイントです。はい、そしたらお次はフェイスパウダーです。でもフェイスパウダーに関してはすごく悩んだんですけど、もうすごくド定番の2つを選びました。1つ目がエレガンスのラプードルオートニュアンス、2つ目がコスメデゴルデのフェイスパウダーです。もうこの2つに関してはですねド定番中のド定番だし、まあ、正直ね年代問わず全人類におすすめしたいぐらい私は大好きな商品なんですけど、まだね持ってないよっていう方は個人的にはね、まあ、20代のタイミングで買ってみるのもいいのかなって思ったので選びました。そしたらまずはエレガンスですが、全6色展開でとてもナチュラルな仕上がりなんだけれども、自然にカバーもしてくれて化粧よりを防止してくれるフェイスパウダーです。でパッケージがですねこの通りかなりコンパクトサイズになっているので持ち歩きがかなりしやすいっていうところもポイントです。でこの商品は色によって仕上がりのカバー力だったり、あとは質感とかがね変わってきます。一番人気色は一番なので、まあ、そんなにねこだわりがなかったりとか悩んだんだったらまずはね一番買ってみるのもいいかなと思うんですけど、よりしっかり色選びがしたいよっていう方はね過去にこの商品の全色レビューまとめ動画をね作っているので、もしよかったらこちらぜひご覧ください。この商品はお値段がね1万円ぐらいするので、正直ね入れるか少し悩んだんですけど、1万円するけどそれでもね買ってみてほしいって思えるぐらい本
当に優秀なので自信を持って推奨します。そしたらお次コスメデコルテ、こちらも同じく全6色展開、しっとりしたこの質とふんわりカバーが特徴のフェイスパウダーです。でコスメデコルテに関してはさっきのエレガンスとは違って、この通りね結構サイズ感がしっかりとあります。なので持ち歩きというよりかはお家で使う用のフェイスパウダーです。でこの商品に関してもさっきのエレガンス同様、色によって仕上がりのカバー力だったりとか、あとはねその質感っていうところが変わってきます。特に人気カラーは00番か80番が人気なんですけど、こちらもねしっかり選びたいよっていう方は全色レビュー動画を出しているので、こちらから確認してみてください。両方ともねカバー力があって優秀なフェイスパウダーっていうのは共通なんですけど、コスメデコルテの方がなんかねふんわりとしたカバー力で、赤ちゃんみたいなふわっとした肌質が好きな方はこっちがおすすめで、逆にエレガンスのカバー力はねとにかくナチュラルで自然です。しっかりねカバー力はあるんだけれども、粉っぽさっていうのが全然なかったりとか、あとはねすごい使用感も軽かったりするので、そういったね仕上がりとか質感が好きな方はエレガンスの方がおすすめです。そしたらここからはメイクアップ商品です。まず一つ目アイシャドウがこちら、ルナソルのアイカラーレーションとアディクションのザアイシャドウパレットがおすすめです。そうこれらはですねだいたいお値段が6800円ぐらいしちゃうので、ちょっとお高めシャドウにはなるんですけど、でもねやっぱりこの2つもデパコスのアイシャドウの中でもねすごく王道ラインだし、とにかくねこのルナソルとアディクションのアイシャドウはですねカラーバリエーションがもう可愛いものがすごく多いんですよ。やっぱりメイクアップ系ってねよりテンションが上がりやすいものだと思うので、もう王道の大人気で使っていてテンションが上がるなって思ったこの2つをチョイスしました。そしたらまずはルナソルのアイカラーレーションですが、現時点で限定色を除くと全18色展開で、この通り4色入ったアイシャドウパレットになっています。で色によって質感の構成は変わってくるんですけど、発色は柔らかくてそしてふんわり仕上がるのがこのアイシャドウの特徴です。で全色一覧出してみるとこんな感じなんですけど、なんかパッとこうやって見た感じ全体的にカラフルな印象を持ちませんか？私がアイカラーレーションを推したい理由として、まずね一つはさっきも言ったように発色がねふんわりしていて柔らかいので、目元がねそのきつくなりすぎないとか派手になりすぎないっていうところがまず一つなんですけど、二つ目に関しては色の構成がねとにかくおしゃれで可愛いものが多いです。あ、この色とこの色って合うんだっていうような新発見があったり、あとは他ブランドのアイシャドウにはねあんまりないような色の組み合わせっていうのもねたくさんあったりするので、その2つの理由からアイカラーレーションはすごくおすすめです。はい、そして一方アディクションですが、こちらは全12色展開でルナソル同様全4色入ったアイシャドウパレットになっています。でこのアイシャドウに関しても発色に柔らかくてふわっと仕上がるタイプなんですけど、その他の特徴としてはこれね粉質がとにかくいいです。なんかどんな付け方をしても肌にねすごく馴染んでくれるっていうのが特徴のアイシャドウです。またアディクションに関しては全色一覧出してみるとこんな感じです。アディクションのねこのアイシャドウパレットも可愛い色ねすごく多いなと思うと思うんですけど、さっきのルナソルと比較をするとなんかアディクションの方が1個のパレットが結構同一の色でまとまってるなっていう印象を持ちませんか？まあ、正直ねこれはもう好みの問題かなとも思うんですけど、結構ね色の組み合わせを楽しみたいなって思ってる方はルナソルの方がおすすめだし、同一の色を使ったまとまりのある仕上がりの方が好みだよっていう方はアディクションの方がおすすめです。もうこの2つはですね本当に両方ともすごく王道のアイシャドウパレットになるので、まだね使ったことがないよって方はぜひぜひチェックしてみてください。そしたら最後に紹介する商品がこの2つ、ディオールのアディクトリップマキシマイザーと同じくディオールのルージュディオールフォーエバーリキッドです。はい、同じねディオールから2商品選んでみたんですけれども、この2つの違いをまあすごく簡単に分けてしまうと、ツヤ好きさんにはこっちがおすすめだし、マット好きさんにはこっちがおすすめです。はい、そしたらまずはマキシマイザーですが、もうこの商品はデパコスリップのもう代表的な商品ですね。今年リニューアルもしまして全24色展開になりました。仕上がりのツヤ感と保湿感、そしてプランプ効果によるボリュームアップが特徴のリップです。チップはこんな形をしていて、人気色の18番手元に出してみるとこんな感じ、色によってこのぐらいしっかり発色するものもあれば、もうほぼほぼねツヤ感ぐらいしか乗らないようなすごくシアの発色のものもあります。でこのリップに関してはティントではないので、こうやってティッシュオフをしてしまうとこの通りほぼほぼ取れてしまいます。ちなみにこの商品に関しても過去に、ね、全色レビュー動画を出しているので、気になった方はねぜひぜひそちらから色味とかもチェックしてみてください。まあ、色持ちを結構ねリップに重視するよっていう方にはねあんまり向いてないかもしれないんですけど、やっぱりねこれだけ長い間ねたくさんの人に愛され続けてきたのには理由があるんだなっていうのをねすごく実感することができるデパコスリップです。はい、そしたら
らお次はフォーエバーリキッドですが、こっちはですね現時点では全16色展開、もうとにかく高密着そして高発色が特徴のマットリップです。開けてみるとまずチップの形はこんな形をしています。で674番手元に出してみるとこんな感じ、もう見てわかる通りザ高発色ですよね。でちょっとね今塗りたてなんで少しツヤっぽく見えるかもしれないんですけど、これはねもうザマットリップです。唇に塗って乾くとねすごくピターっと密着してくれて結構パキッと仕上がりのリップになります。ティッシュオフをしてみるとはいこんな感じ。まあ少しだけ色薄くなったかもしれないんですけど、もうこの通りほぼほぼ落ちていません。今までいろんなリップを使ってきたけれども、その中でもね結構このリップは分かりやすく高密着だし、あとねやっぱ落ちにくいです。あと結構こすれとかにも結構強い。だからそういったすごくパキッとした仕上がりのリップが好きな人だったり、あとはとにかく落ちにくいリップを探してる人、そういった方にねこのリップはすごく相性がいいと思います。はい、そうしたら最後は30代の方におすすめのコスメをご紹介していきます。30代の方にねおすすめのコスメに関してはやっぱりねハイブランドを中心に選んでみました。もう使ってるだけでもテンションが上がるんだけれども、やっぱりね質の面でもあーさすがデパコスだなーってね実感しやすいコスメたちをご紹介していきます。そしたらまず最初化粧下地ですが、こちらクレドポーボーテのボワールコレクチュール N とディオールのディオールスキンフォーエバーベルベットベールがおすすめです。はい、そしたらまず最初こちらクレドの下地ですが、もうねこの化粧下地は優秀すぎて SNS でもね何回もバズってる印象です。その影響でねもう結構有名なので知ってるよって方も多いと思うんですけど、この下地をすごく簡単に説明するとクレドの独自技術がね採用されていて、メイクアップ効果とスキンケア効果がね融合されたそんな化粧下地になっています。 SPF は 25、 PA が 2+。 手元に出してみると中身はこんな感じです。少し明るいベージュカラーの緩みがついていて、伸ばすとねほんのりトーンアップ効果もあります。でこの下地はですね使用感は結構しっとりしてるタイプの化粧下地です。なので乾燥肌さんとかにもすごくおすすめで、ピタッと密着するっていうよりかはもうほんとスキンケアのように滑らかに伸び広がってくれる、そしてじんわり肌に密着していってくれるようなそんな使用感です。塗ってない方と塗った方を比較するとこんな感じ、まあ、ほんのりとだけねトーンアップしてるかなと思います。で塗った後の肌質としてはこれツヤタイプの下地です。カバー力もあるのでこれ1本でもね肌が十分綺麗に見えるし、あと特徴としてこの化粧下地ですね使用感が本当にすごく軽いです。軽やかに溶け込んでくれるタイプの化粧下地なので、あんまりねメイクした感を感じたくないっていう方にもすごくおすすめ。あとこの商品ですね小じわだったりとか、あとは肌全体のくすみとかにもね相性がすごくいいです。10代とか20代の時にはあんまり気にならなかったね肌トラブルとかを結構ねいい感じにカバーしてくれる商品なので、この下地はねもうお高いんですけど値段以上の価値がある商品だと思います。はい、そして2つ目の商品がこちらディオールの化粧下地です。この化粧下地ですねこれがマットタイプで、もう一方ね同じ種類のツヤタイプもあるんですけど、さっきのねこっちのクレドの下地がツヤタイプの化粧下地なので、ディオールの方はねせっかくなんでマットタイプをご紹介していきます。この化粧下地の特徴を一言で表すと美容液ベースで作られた化粧下地です。手元に出してみるとこんな感じ、なんかこうやってパッと見るとファンデーションなのかなって思うぐらい結構色味ついてますよね。なんだけど、まあ、伸ばすとねこれもカバー力はあるはあるんですけど、この通りちょっとねクリア感も出てきます。カバー力はあるけれどもあくまでも化粧下地範囲内のカバー力っていう感じで、この下地はですねやっぱり美容液ベースで作られているせいもあってか、とにかくね保湿感がすごいです。でその保湿感のおかげもあってか塗ることによってねお肌全体の張り感がアップするそんな化粧下地なんですよ。私も最近スキンケアとかベースメイクでねハリに特化してる商品とか気になってきたんですけど、この下地に関しても塗るだけで、まあ、ちょっとねお肌が明るくなって、そしてね肌全体がなんか生き生きとしたちょっとパンとね張ってるような感じに仕上がってくれる化粧下地です。ただね1個注意点があるとするならば、このね下地結構香りが強いです。香水みたいないい香りではあるんだけれども結構強めなので、あの香りにね敏感だよっていう方はちょっと気をつけてください。はい、そしたらお次はファンデーションのおすすめです。それがこちら、1つ目がイブサンローラのラディアンドタッチグローパクトで、2つ目が、まあ、悩んだんですけどシンピュルテのアンビシャスビューティーセラムファンデーションを選んでみました。はい、そしたらまず1つ目がこちらイブサンローラの通称ピンククッションと呼ばれている商品になります。ちなみにですね私はこれ去年かな、去年の自分のベスコスにも入れました。もうこのクッションに関してはですねシンプルにカバー力、あとねツヤ感が
すごくね綺麗です。でも逆にすごく高カバーだし、そしてすごくね結構ガッツリとツヤ感が出るので、あんまりねそういうカバー力が高すぎたりとか、そんなガッツリとしたねツヤ感が好きじゃないよっていう方にはあんまりおすすめもしません。パッケージですが、開けてみるとまずここに鏡がついています。で、付属のパフは両方に角がついているタイプで、中身はこんな感じでメッシュタイプになっています。 BR20 番というカラーを手元に出してみるとこんな感じ。この商品さっきも言ったように結構ねカバー力自体は高いんですけど、普通にねポンとつけてしまうと結構ね量もね多くついちゃうんですよね。なので塗るときはねあえてちょっと意識して少量ずつ取って細かくね塗っていくのがおすすめです。全体に伸ばしてみると仕上がりこんな感じ。ちょっととカメラ越しからだとツヤ感が全然わかんないんですけど、これね実際顔に塗るとすごくツヤ感出ます。カバー力が高いおかげでこれ塗るとねすごく肌がまず綺麗に見えるし、そしてねツヤ感もすごく出てくれるので、顔全体のなんか立体感も上がった感じもするし、ツヤのおかげでなんか肌の印象がすごいね若々しく見える、そんな商品だなっていう風に感じています。万人受けする仕上がりではないかもしれないけれども、カバー力そしてツヤ感が好きな人にはすごくおすすめ。はい、で次がこちらシンピュルテですね。このねファンデーションも結構美容家の方にすごく支持されてる印象ですね。特徴としてはこの商品に 72% が美容液で作られているリキッドファンデーションです。パッケージはプッシュタイプになっていて、全2色展開のうち明るい方の色味を出してみるとこんな感じです。このファンデーションもやっぱり美容液ベースで作られてる影響もあってか、塗り心地に関してはとても滑らかでしっとりしています。でこのファンデの仕上がりの特徴はこれもね同じくツヤ感がすごく出ます。そして同時にこのファンデはハリがねすごく出るんですよ。あとこのファンデに関しては香水のようなすごくいい香りもついています。ちなみにこの商品はですねモデルの内田理央さんの愛用ファンデとしてもねご紹介されていました。美容家でもねすごい絶賛されてる方が多いファンデーションなので、まあお値段も安いわけではないけれども、すっごくねハイブランド並みに高いってわけでもないので、ツヤ感とかねハリ感のある仕上がりが好きな人にはおすすめです。はい、そしたらお次はマスカラスタジのおすすめです。それがこちらエレガンスのカールラッシュフィクサーです。まあマスカラ下地ってすごく正直言うと1000円台でもねちゃんとカールをキープしてくれて仕上がりも綺麗で優秀なマスカラ下地って正直結構あります。なのでまあ全然ねその1000円台とかでもおすすめたくさんあるんですけど、もうちょっとねお金を出してもいいよっていう方がいらっしゃったらエレガンスのねマスカラ下地もぜひぜひ試してもらいたい一品です。ブラシをアップにしてみるとこんな感じで、ストレートタイプのブラシです。で私ねもうちょっと愛用歴が長いので少しね色がついちゃってるんですけど、本当はねエレガンスのこのマスカラ下地はザ・クリアタイプっていう感じで全く色がつかないです。で繊維などは特に入っていません。このマスカラ下地のいいところはまず仕上がりがね本当に全く白くならなくてすごいクリア感をキープしてくれるところ、そして2つ目は本当にカールキープ力の維持力がすごい。私最近嘘つき下地っていうねマスカラ下地を出したんですけど、それをねちゃんと作るまでにいろんなブランドのねマスカラ下地をたくさん試したんですよ。でたくさん試したんだけれども、やっぱりね仕上がりの綺麗さとこの、ね、カールキープ力の維持力の強さ、もうその2点がエレガンスのねこのマスカラ下地は本当に圧倒的に優秀だった。まあねお値段もやっぱりこれ3000円ぐらいするので、そりゃねプチプラのマスカラ下地とデパコスのマスカラ下地だったらねこっちの方がいいのも当たり前とは思うかもしれないんだけれども、それこそねなんかもうちょっとクリア感の強いマスカラ下地が欲しいなって思った方だったりとか、あとはどんなに優秀って言われてるマスカラ下地を使ってもやっぱり下がってきちゃうんだよなって方とかは、ぜひぜひねこのマスカラ下地試してみてほしいです。普通にマスカラ塗る前にこれをね一回仕込むだけでだいぶね仕上がりの持ちが変わってくると思います。これもねほんとすごい名品というかかなりも有名で定番な商品だと思うんですけど、やっぱりこれもすごくおすすめです。お次アイシャドウのおすすめはこの2つ。1つ目がトムフォードのアイカラーコード、2つ目がイブサンローランのクチュールミニクラッチです。はい、そしたらまずはトムフォードのアイシャドウですが、もうこれはね全女子の憧れ中の憧れのアイシャドウですよね。1個ね1万円超えする超超超高級アイシャドウなんですけど、いろんなアイシャドウを使ってみて実感するのはやっぱりトムフォードのアイカラークオードならではのねきらめき感っていうのはあります。人気色のサスピションをアップにしてみるとこんな感じです。サスピションに関しては全色ともにパールが入っていて、これすごくね華やかに仕上がります。その他にもカラー展開あるんですけど、全体的にね落ち着いた配色のものが多いです。そしたら一色手元に出してみますが、もうね一発
つでこのぐらい発色するんですよ。そしてこのきらめき、すごくないですか？トム・フォードのアイカラーコードはとにかくね、仕上がりがゴージャスです。ただ一点注意なのは、もちろんね、これ逆に言うと仕上がりはね、ナチュラルな感じとかふわっとした発色とかではありません。とにかく高級感があって華やかでゴージャスな仕上がりがね、特徴のアイシャドウになっているので、それこそなんか特別な日だったりとか、ちょっと非日常的な、ね、イベントがある日だったりとか、そういう時にね、すごく映えるアイシャドウになっています。私自身もなんか大事なイベントの時だったりとか、もう今日はしっかり決めたいなって時にね、よく愛用しているアイシャドウです。はい、そして一方、イブサンローランのアイシャドウがこちら、最近発売されたばかりの、これも同じく華やかなツヤ感が特徴のアイシャドウです。限定色を合わせると現時点では全6色展開のアイシャドウで、特徴はなんといってもこのダイヤモンド級のかなり上質なパールが配合されていること。手元に出してみるとこんな感じ。このキラキラ感すごい綺麗ですよね。でもさらにこれポイントなのが、こんなにキラキラ発色なのに質感はね、これしっとり質感なんです。なんか個人的にアイシャドウはもちろんね、粉質もそうなんですけど、特にね、そのツヤ感とかラメ感にね、お値段が反映されやすい気がしています。もちろんね、そういったマット系のね、仕上がりのアイシャドウとかも可愛いものがたくさんあるんですけど、あえてね、お高めのお値段を出すんだったら、個人的にはマット質感のものよりも、こういった上質なパールとかね、ラメが配合されているアイシャドウにお金をかけるのが個人的にはおすすめです。このアイシャドウもラメ感がね、しっとりしてるおかげで、しっかり華やかには仕上がるんだけれども、粉落ちもね、しにくかったり、あとラメの持続力もね、良かったりするので、そういった仕上がりが好きな方におすすめです。はい、そうしたらですね、いよいよ最後に紹介する商品がこちらです。スックのシアーマットリップスティックです。はい、このリップのことをですね、一言で表すと、マットリップなんだけれども、ほのかに透け感が残る大人マットリップになっています。まずこのリップ、パッケージもね、すごく洗練されていて、大人っぽいゴールドとブラックの組み合わせになっていて、表面もね、落ち着いたマット質感になっています。で、中身はこんな感じ。現時点では全14色展開なんですけど、これは6番の色味です。手元に出してみるとこんな感じ。こうやって角度をつけても表面にツヤ感が残らないので、マットリップだなっていうのはわかると思うんですけど、でもいわゆる他ブランドのマットリップみたいな、なんかパキッとした強い感じだったりとか、でも逆になんかすごいエアリーっぽいようなふわふわな感じもそんなになくて、ほんとちょっと抜け感のある透けマットってっていう感じのね、仕上がりなんですよ。ちなみにティッシュオフをしてみると、はい、こんな感じ。これ一応ね、ティントとかではないので、色文字効果がね、すごく高いっていうわけではないんですけど、まあ、多少の陰色程度だったらこのぐらい色は残ります。まあ、正直リップに関してはね、仕上がりの感じ、まあ、好みの影響もすごく大きいとは思うんですけど、スックのね、このシアーマットリップスティック自体はさっと塗るだけで仕上がりがね、すごく大人っぽくって上品に仕上がるリップになっています。透け感だったりとか抜け感がね、あるおかげで、マットリップの中でも特にね、使いやすい商品にもなっているので、このリップはね、1本持っていても損はしないはず。すごい私のお気に入り商品なんで、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、以上で年代別おすすめコスメの紹介終了になります。いかがだったでしょうか？結構ね、今回の動画紹介数が多かったかなって思うんですけれども、最後までね、見てくださった方ありがとうございました。この動画が皆さんのお買い物の参考になっていたら嬉しいです。はい、本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は、高評価、チャンネル登録いただけるとすごく嬉しいです。はい、それでは皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。はい、ということでここからはおまけ映像になります。ちょっとですね、私明日美容院に行ってくるんですけど、ちょっとイメチェンしようと思ってるんですよね。少しね、髪色がまた明るくなってきたので、髪色を落とすのと、なんか私最近ニュージーンズのハニちゃんにめちゃくちゃハマっていて、待ち受けもね、ちょっとハニちゃんなんですけど、なんかね、この髪型にしてみたいんですよ。いわゆるちょっとパッツンで、なんか韓国アイドルの方がさ、よくやってるちょっと量多めの、ここでパツンって切れる横の髪の毛、これをね、ちょっと作ってみたいなって今思ってて、まあ、明日ね、美容師さんに相談してやめなって言われたらしないかもなんですけど、一応切るつもりでいます。なんで多分この髪型はこの動画が最後のはず。ちなみに今日の洋服はハーリップ2のワンピースになります。引いてみるとこんな感じです。これもね、めちゃくちゃ可愛い。今日も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。